んにちは。コキネシ道館です。テイクアウトでおうちご飯&子育て支援コラボ企画ということで、今日はあるサイトに来ています。場所は犬駅方面から西海道方面に向かう294号沿いです。では早速行ってみたいと思います。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。オーナーさんと親の奥様でございます。オーナー様より、それでは、お店の紹介とお料理の紹介をお願いいたします。はい、昭和の時代から筑波未来の細白の地で洋食レストランやってます、カベテラスアルと申します。ステーキ、ハンバーグ、パスタ、ピラフなどの食事からジャンボパフェ、バナナパフェなどの喫茶メニューなども人気です。今このような状況なので、テイクアウトメニューをご用意して、ご家庭でもお店の味を味わってもらいたいと思ってます。あ、こちらが、はい、テイクアウトメニューになってます。今日はこのおまかせお弁当3種類を実際にご用意していただきました。こちらです。こちらが、おまかせのお弁当1000円のものになりますね。税込み1080円でやらせてもらってます。今日の内容は、チキンのグリルのトマトソースと牛 100% のハンバーグをメインにした、お弁当になってます。でこちらの方が、うちで人気のある、厚切りの、豚ロースの生姜焼きをメインにしたお弁当になってます。こちらが1500円で税込み1620円でやらせてもらってます。でこちらが、アンガス牛のサーロインステーキ、これを 200g 使ったお弁当になってます。ちょっとこちらはね、高級な美味しい肉なので、2000円のお弁当になってしまいますけども、こちらも人気で、やらせてもらってます。お子様メニューはないんですか？はい、実は今回用意しました。すごい